こんばんは。12月31日23時36分の速稼塾の放送になります。実はね、ライブ放送を仕掛けたんですけども、全くライブが開始されません。まあアクセスが1年で最も高まる時期ですからね、致し方がないと思います。まあこの放送も YouTube に、まあ、正確にアップロードされるのかどうか分かりませんけども、まあ、1年のお礼とですね、皆さんにまた出会えたこと、そしてこうやって1年を遅れることにね、喜びを共有したいと思いまして、放送に変えさせていただきます。まあけどね、忘れちゃいけないのが、まあ、私もロスジェネ世代と言われて超氷河期就職世代でございました。私のことを申し上げますと、100社以上の会社案内を取り寄せて、大学の3年生の春から動き始めて、内定自体は6月に取れました。まあですけどね、面接70社ほど伺って、まあ、大半が落選でしたね。まあ、あんまりね、そうやって不合格通知を受け取ると、自分がこれから打って出ようとする社会に求められてないんじゃないかなというふうな、人格的にね、不安になっているところもありました。まあけど、昔のことだけじゃなくて、今こうして、ほとんどの方がね、温かい場所で、家族や大切な人と共に年末年始を送ろうとしていると思いますけども、そうじゃない人も数百万人、なかなかデータが取れないんですけども、私の分かるところで400万人ぐらいの同じ年代の40代、50代の方が、家族も持たずに、家も車もなく、財布の中には3000円すらお金がない状態で、ものすごく寒い年末年始をね、ネットカフェとか公園などで送っているというふうに耳に届いております。そしてもともと私もそこにいた身なんですよ。まあ2年間ですけども、平和公園で、まあ、ホームレス生活をしていまして、それこそね、寒い年末年始を迎えて、広島市内の本通りというところがあるんですけども、あのイルミネーション、プレゼントの山から山、バーゲンセールのチラシはどれ一つを取っても私に向けられたものではなかったと感じましたね。お金がなかったわけですから。そして一緒にクリスマスを過ごそうっていう人もいなかったですからね。だから世の中がどうあろうとも自分には関係のない世界っていうのが、言ってみれば就職に挑戦した、いろんな会社から否定された、その時からずっと続いていたとも言えるんですよ。と同時にですね、なんとか採用された会社、まあスーパーマーケットだったんですけども、スーパーで働きながら20代の頃に思ったのは、まあ、30代か40代には絶対に金銭的な自由、時間的な自由を手に入れたいと思い、そちらの方に1日ずつ動いてきたってことなんですよ。でそして今そういう現実が手に入って、令和の3年を迎えようとしています。本当にありがたいことだなと思うのと同時に、この暮らしはもしかしたらね、時間はかかるけども、10年20年かかるけども、誰もが手にできるものではないかなと思うわけなんですよ。じゃあなんで一部の人しか自由な時間、自由な暮らしを送れていないのか、金銭的な自由を送れていないのかっていうと、そうなろうと思っていないところから始まっちゃうからなんじゃないかなと思うんですよ。さすがに10年間20年間理想の暮らしを思い浮かべて具体的に行動すれば、その暮らしは手に入るんではないかなと思うわけなんですよね。でも大抵の人は初日でその人生を選ばないことを決めてしまうんではなかろうかと思うんですよ。まあ、ただいろいろ思っても、現実40代50代になってね、寒空の下で年を越さないといけないっていうことになると、さすがにこういうふうな気持ちも出てきます。もう何をやっても手遅れなんじゃないかな、今から10年20年かけてもう老後だぞと、老後に向かってこの貴重な最後の時間を過ごしてもいいんだろうかっていうね、葛藤もあるかと思うんですよ。本当にその通りで、私にね言えたきりではないんですが、その苦しい暮らしの中で自分を最大限肯定してあげる、引き上げてあげる、結局それは公女でもなく共女でもなく自助というね、自分でやるしかないってところに帰結するのかなと思うんですよ。ただ私は思うんですよ、政策の間違いでこうなってしまった犠牲者が確実にいます。昔太平洋戦争、大東亜戦争っていうのがありました。
いろんな経緯があったにしても戦争をやること自体は間違いだったんですよ。でも戦争をやることは国が決めました。国の政策として欲しがりません、勝つまではなどをやったわけですよ。それに付き合わされた国民はどうなったでしょうか。人生を棒に振ることを余儀なくされたわけですよ。傷病兵といって戦争で国のために一生懸命戦って働いた、そのために怪我までした、体が不自由になっちゃった、でもお疲れさんで終わりなんですよ。いや、国に帰れた人はまだいいかもしれませんけども、今なおね、万を数える兵士たちが戦場で骨となり泥の下に埋まってるわけですよ。いや、今私兵士と言いましたけども、もともとは兵士でも何でもない気のいいお父さんであり、優しいお兄さんであり、頼りになる息子さんだったかもしれません。召集令状というもので強制的に兵士にさせられた、ある人は床屋であり、ある人は学生であり、ある人は八百屋のご主人であったかもしれません。本当に普通の人が銃を構えることを強要されて、軍旗などというね、全く身に覚えのないことを押し付けられて、そして望まない死を迎えたわけですよ。これをどうね、評価したところで犬死にであり、無駄死にであり、のたれ死にだと思います。自分の人生のためではなくって、押し付けられた運命によってそうやって人が死んでいいものだろうかと。しかもそれがね、この時代にもまだね、現実とあるわけなんですよ。それがロスジェネ世代から始まって、今若い方でも20代や30代の方でも炊き出しに並ぶというふうなことを聞いていますし、あの、私ね、こういうふうに思ってるんですよ。いろんな問題あるでしょうけども、その10代でね、風俗の世界に行ってしまう女性も今かなり増えてます。もちろんそれはご自身が選択したっていうふうなね、必ずしも暗いもんではないかもしれませんけども、でも本当だったらこんなことをせずに済んだはずなのになっていうふうな、意にそぐわない選択をさせられてる10代のね、女性もいるんじゃないかなと思うと、本当にこれでいいんだろうかと思っちゃうわけなんですよ。でもそう思っていてもですね、時間的にも金銭的にもある程度の自由を手にした私が、じゃあ世の中のために何かをやるかっていうと、これはかなりね、あの、大きな負担になってきてます。というのが、自分の人生や家庭を置き去りにしてできるかなと思った時に、まあ、小川淳也さんというね、立憲民主党の方のように、令和新選組の山本太郎さんのようにできるかなと思ったらね、ちょっとね、言葉に詰まらざるを得ないという現実もあるわけなんですよ。いや、本当にね、まあ思いにふけりながらの年末年始でございます。まあ、1年の感謝を申し上げるときにどうしても思うのは、もともと私がいたところに今でも居続ける、いわゆる取り残されてしまった人々のことですよね。あの時に自分にね、自分の手にした弁当の半分を分けてくれたあの人は今どうしているだろうかと、同じように寒空に腹をすかしているだろうかとかね、自分たちのお父さんやお母さんに親孝行の一つでもして、共に過ごす時間あっただろうかとかね、そして婚期を逃してもう自分には結婚はないだろうなと、家を建てることもないだろうというふうに悟ってしまった40代50代の、ね、かつての友人に対しても、本当だったらどんな子供に出会えてたんだろうか、この人は、この人が一緒に家庭を作る人はどんな女性だったんだろうか、もしくは男性だったんだろうかと想像するとね、本当に胸がこう痛いと言いますかね。もともとは自分もそこにいて、今ちょっとね、調子に乗ってるかもしれない、そういうふうに見られてるかもしれないけども、私は浮かれてるわけでも何でもなくって、一日たりとも忘れたことはないですよね。私にダンボールハウスの作り方を教えてくれた平和公園のホームレスの方、あれから何度足を向けてももういつものように平和公園にいてくれることはなくなりました。移動してしまったのか、どっかに入院してしまったのか、それとももともとあった温かいね、家庭に
戻ることを決めたのか分かりませんけども、さまざまな顔がね、浮かんでは消えるようなそんな年末でございます。まあ、新しくね速稼塾に入ってくださった方も12月は9名いらっしゃいまして、おそらく年が明けて1月にも速稼塾に来てくださる方はいると思います。まあ、いろんな思いを今日は語りましたけども、そういう思いとかね、自由にならない悔しさとかを私も十分抱えたまま年を越していこうかなというふうなことをね、感謝とともにお伝えした次第でございます。それでは最後のいってらっしゃいになります。よろしいですかね。じゃあ令和3年に向かっていってらっしゃい。今3年だっけ、今3年4年、分かんなくなっちゃいました。まあ2022年に向かっていってらっしゃい。よいよ年を。